33歳、会社員営業マンです。私は営業目標を人の2倍設定されており、毎月2人並みの成果を上げているにもかかわらず、昇給は人並みでした。他の事務社員は特に成果もなく大幅に昇給し、先送されてしまいました。やりがいが一気に失われ、コンサル会社 MA 仲介の会社からスカウトが来ている迷っております。転職すべきでしょうか？はい闇産業を横行しておるブラックですが、現状年収1000万以上あり、踏み切れないのも現状です。さっさと転職してください。結局何年居続けても多分自分の頑張った成果が給料に反映しない会社っているだけ時間の無駄だと思うんですよ。で、今1000万円ですけど、多分他の会社はスタートなんで、じゃあ700万からスタートかになりますけど、ちゃんとそれだけの営業成績上げられる人であれば、きちんと給料を払う会社であれば、ちゃんと給料上がっていくので、今ずっと1000万で、じゃあ10年頑張りました、10年間1億円ですけど、今700万でも他の会社でちゃんと成果上げて給料払うとこに行ったら、じゃあ1500万円になりましたって言った場合、10年後には最初700万とかなんですけど、多分1億2000万ぐらいになって全然得してるってなると思うので、あと一生懸命頑張ってるのにそれが評価しないような環境に続けるっていうのが精神的に良くないんですよ。金額の問題だけじゃなくて、ちゃんと自分のやった成果を周りがその受け止めて評価してくれるっていう場所に早めに移動した方がいいと思います。